皆さんこんにちは、私のチャンネルへようこそ。日本テレビ系特番24時間テレビ47、8月31日、9月1日、ら31日、始まり、やすこ25のチャリティーマラソンもスタートした。台風10号の影響を受け、初日はスタート会場の横浜、日産スタジアムでの周回コースを走ることに。スタートから3 5キロを市民ランナーが並走して走る全国児童養護施設への募金マラソンは中止で、代わりに先輩芸人の錦鯉、春菜愛、ら100%らが並走。白い帽子とシャツに黒い短パン姿の安子は、おじさんおばさんばっかりで心配ですと表せた。広告の下にコンテンツが続きます。スタート前には YOSHIKI が中継で登場し、応援歌ですとサプライズで、フォーエバー・ラブを演奏。 安子はみんなの思いいを背負って走り切りたいやらないよりも動いた方が何か変わると思うんです。いろいろなご意見がありますが見守っていただけたらと呼びかけた。自身の状態は完璧とし参加できなかった市民ランナーへは約1,000人分の応援メッセージ全部読みました。みんな仲間ですと感謝。当初降っていた雨もスタート時はやんだ。 スターターには昨年のマラソンを走ったヒロミがサプライズ登場。2人はハグを交わし、安子は奥さんがいるのにハグしてすみませんと語り、ヒロミはいいんですよ。柔らかいなとは思いましたと応じて笑いを誘った。広告の下にコンテンツが続きます。番組開始から約1時間半がたった午後7時56分、スタジアムに号砲が響き、 安子が先輩芸人だに付き添われながら力強く走り出した。今回は安子がテレビ画面に映ると、チャリティーページへと映ることができるスマートフォンなどで読み込む QR コードが表示される新たな試みも行われている。スタートから約5分で募金額が4,635万円であることも明かされ、これには走行中の安子も、すごい、と目を丸くしていた。どう思いますか 気に入っていただけると嬉しいですまた次回お会いしましょう